はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、歴代最高の純正を組んだらこうなりました。サンフレッチェ広島編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、24年9月23日ですね。時点での作成になりますが、ここまでで登場したカードの中で、純正のベスト11を組んだらどうなっていくのか、というね。まあ、純正ベスト11企画。まあ、後でやる方が正直優位になってきてますけどね。まあ、正直、 まあ仕方ないですけどね。40クラブやらないといけないんでね。はい。ということで、まあちょっと多少のね、時期のズレっていうのはありますけど、まあこの時点でベスト11組んだらどうなるのかというところでね。はい。今回は広島見ていきたいと思います。まあ、広島ってね、意外とね、まあその、まあ組んでみたらわかるんですけど、まあ当然 TSS がね、まあ佐藤久人選手以来出てないということでね、だいぶここに耐えることが実はできないんですよね、意外とね。まあその中でどれだけ現役の選手で組めるのかっていうところが、 まあ最大の、まあ焦点になってくるのかなと思いまして、まあ今日はね、その中で、まあそういった条件の中でどれだけのね、ぜひチームがね、組めるのかというところをね、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、早速ね、ここからベスト1分、まずはね、えー、ノミネート選手、えー、ポジション別に見ていきたいと思いますが、じゃあまずゴールキーパー、ノミネート選手から見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは、えー、大迫圭介選手の23フォーカスですね。こちら、ノミネートとなります。さあ、このカードをね、軽く振り返っていきますと、グレード95、パワータイプで、スキル構成がシュートすれば、エアフォートレス1対1の集中力。まあ、ディフェンス3種ね、しっかり持ってるね。で、そのうちの、まあ、エアフォートレスが上位だね。これで、まあ、うーん、まあいいね。うん。<laughs> まあいいですね。はい。で、チームスキルもね、スタミンディフェンス強化あって、ボナスエもディフェンス20%プラスが、しっかりとグラブリンクね、生かせますね。 で、ディフェッチも1638。で、総合値6858ということで、プラス込みの数値になっています。はい、ということで、まあ、大迫選手がね、大体入ってくることは予想についたと思うんですけど、まあ、その中でもね、まあ、大迫選手去年、青津とかのカードも出てますけど、まあ、ボナセンディフェプラスあるのがね、やっぱ強いですね。ということで、フォーカストプレイヤー第5弾になります。まあ、今年ね、まだ限定がね、大迫選手出てないですよね。 おそらくですけど、ここまで引っ張られたら、まあたいフォーカスのセレクトで出てくるのがだいぶ、まあ絞られてきて濃厚になってきてるんじゃないかなと思うので、まあ5段、6段、7段、まあ8段まであるのと8段、うん、というところまで、まあどこかでまあ勝負ね、する機会あると思いますので、まあもしくはまあ新限定とかで黄色限定回ってる可能性もなくはないんですけどね、まあたいフォーカスが、まあ、 まあ、比率としては高いと思うんで。まあ、今年更新チャンスあると思うんでね。まあ、去年のカードも十分強いんですけど、今年のカードにもね、期待したいところかなと思います。はい。じゃ続きまして、センターバックは今回2名採用になってますということで見ていきましょう。こちらです。はい。ここはまずは左から佐々木翔選手のフォーカストプレイヤー第8弾23シーズンですね。はい。さあ、このカードを振り返っていきますと、グレード96、テクニックタイプで、 スキル構成がガーディアン、ダイナミックインターセプト、ヘディングクリア。まあ、ここも A スキルでタックルしている上位のディフェ3種ですね。はい、でチームスキルはスタメンディフェンス強化で、ボナス円がディフェンス20%プラスとテクニック15%プラスのダブルセンス。総合値7020のディフェスが1687というプラス込みの数値となっています。はい、ということで、まあ、全,全クラブ隔てなく使うんだったら左サイドバックの価値高い佐々木翔選手ですが、 さすがにこれはセンターバックでしょうね。うん。ってぐらい、まあやっぱり能力値高いし、まあ、スキルも完璧だし、まあ7ボーナセーンもね、リフェプ,プラスありますしね。まあ、ここも素晴らしいところだと思いますので、もう十分かなと思います。まあ今年のガーディアンとか出てますけど、ガーディアンはね、ボーナセー,ーピープラスなので、さすがにちょっとフォーカスにはリーグ面では勝てないかなというところで、今回はフォーカスとプレイヤー第8弾で選ばせていただいてます。 まあ、佐々木選手といえばね、もともと、まあ今年ガーディアン出たのがそもそも珍しいぐらいで、もともとフォーカスね、結構毎年、まあピックアップされて出てきてる選手なんで、まあ例年通りだったらね、フォーカスのセレクト枠とか、もう狙えるようなね、存在なので、もしかしたらまあね、後半、まあこれぐらいね、まあ来、まあ今年も結構12月とかね、まあそういったところまでもつれ込むと、もしかしたらあるかもしんないけどね、今年もね、フォーカスね、というぐらい毎年フォーカスとプレイヤーは出てる選手なんで、 まあそこにも期待しつつ、まあ今年に関しては広島めちゃくちゃ調子いいからね、まあ当然青津とかにも期待しつつ、うん、というところになるね、後半シーズンになってくるかなと思いますので、まあ十分ね、今年のカードでもね、更新の可能性ありますので、今後注目したいなと思います。で、もう一人、えー、ここは荒木隼人選手の23ガーディアンですね。はい。さあこちらのカード見ていきますと、えー、スキルグレードが94パワータイプで、スキル構成が ソリッドガーディアン、インターセプト、ヘディングクリア、チームスキル、スタムディフェンス強化、モナセンが金ンイピープラス、総合値が6765で、リフェチが1629というカードになっています。はい、ということで、荒木選手ね。まあ、むしろさっきね、佐々木翔選手のガーディアン珍しいと言いましたが、荒、まあ、木選手がね、大体いい毎年、まあ、広島ガーディアンでよく登場してて、今年出てないのはどうなんでしょうね。まあ、途中離脱ありましたけど、多分影響関係ないんじゃないかなっていうぐらいの時期だったと思うので、 まあそう考えると今年はちょっとフォーカスとかにね、まあそっちの方になってるのか、まあ新限定が何かあってそれの兼ね合いなのかというところがちょっと考えられますけど、まあおそらくね、離脱はね、そんなにね、影響してないんで今年もね、全然更新は当然狙えると思うんですよね。そういった時に、まあどう出てくるか。まあフォーカスで出てくれば、ほぼほぼまあグレードもね、ある程度保証されている選手なので、 まあリーグ面ね、期待できるカードも出てくるだろうし、ということで、まあ今年まだまだね、更新チャンスここにもありますので、まあ今後ね、まあさらにリーグによっていいカードがね、出てくるんじゃないかなというところで注目は高い選手かなと思います。はい、ということでこの2人センターバックでね、今回採用したいと思います。まあ現役選手ではね、まあ本当にまあ上位に当たる選手たちで、まあしっかりセンターバックを組めるので、まあこれは非常にね、心強いところかなと思います。 はい。じゃ続きまして、今回はサイドバックね、採用してますということで、えー、左右見ていきましょう。こちらです。さあ、ここまず左ですが、7、えー、選手の23ニューエーブですね。はい。さあ、ここをね、振り返っていきますと、グレード89テクニックタイプで登場してまして、スキル構成がライトニングクロス、インターセプト、ハードタックル。チームスキルはディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがテクニック20パープラスと EP30 パープラスのダブルセンス。 総合値6 2 4 8でディフェチが1200というね、プラス込みの数値となってます。はい、ということで、まあ、ちょっと無理やり感はありますけどね、ま4、あ、バック組むために。てか、まあ今後の上の可能性もあって、まあ、3バックもね、一応ちょっと検討はしたんですけど、まあこの後ね、右で出てくる塩谷選手とね、含めて、まあ、ちょっとね、上のバランスが崩れるんですよね、どうしてもね。なので、ここはまあ無理やりでも4バック組んだ方がちょっと弱点にはなりやすいですけどね。 まあ組んだ方がいいんじゃないかということで今回はね、七選手をね、無理やり、まあサイドバックで使わせていただいてます。 まあ一応能力者守備寄りなんでね。まあここが最低限の決め手だったかなっていうところなんですけど。ただスキル的にはね、ちょっとライトニングクロスがね、A に来てるんで、まあちょっと心配要素強いですけど。まあここは今後まあ誰かしらで埋めていければいいのかなというところありますけど、ただ広島基本的には3バック組んでるイメージなんで、まあサイドバックのイメージがないんでね、今後出てくるかどうかっていうのはちょっと微妙なんですけど、まあこういったところをなんか TSS 枠とかでね、踏めるような選手がクロスタータイプのね、まあサイドバックもできるような選手とか、 が出てくればいいんですけどねというのはまあ今年ちょっとね期待されるところなんじゃないかなと、まあ、純正的には思いましたね。はいで次、右、塩、えー、谷選手の24フォーカスかなはいということになります。でここもねちょっと振り返っていきます。グレード91のバランスタイプで登場してまして、スキル構成がガーディアンヘディングクリア、スペースへのフィード。でチームスキルはディフェンサーのゴールキーパー、ゼンブラ協会でボナセンがディフェンス20パーアップとスピード15パーアップのダブルセンス。 総合値6785でディフェンチが1541というカードになっています。はい、ということで塩谷選手のね、今年のフォーカスが、えー、右サイドバックノミネートとなりましたが、ちょっと真ん中ね、任せるにはね、心もとないところがあって、まあ、スティールがないですよね。まあ、これもあって、ちょっと無理やりフォーバック組みたいなというところになって、えー、今回、ね、塩谷選手右で、七選手左でというところで、まあ、組ませていただいてますが、ちょっとサイドバック不安があるかなと。まあ 塩谷選手に関してはディフェンチ結構高いんで、まあある程度保証もされてますしね、まあタックル面とかヘディング面に関しては、まあ安定感は、まあ仕上がれば出てくると思うので、まあそう考えると悪くないですけどね、うん。まあ弱点とまではなりにくいと思うんですけど、あんまりにもなんかちょっと特殊なウイングとかサイドハーフからゴロパス通してくるタイプとかね、まあそういった。 あの、チームとかに当たらなければ大丈夫だと思うんですけど、モルになんかサイドバックスティール必要だな、みたいなね。うん、相手と当たらなければいいんですけど、まあそこだけはちょっと心配ですけどね。まあ正面から来る分にはある程度、まあしっかり止めてくれると思うんで、そこに関しての、まあ心配ないのかなと思います。で、塩谷選手といえばね、今年、まあね、例年、まあ、毎年安定してるイメージありますけど、今年は特にいいんじゃないかなというぐらい、まあ、スタッツとか見てもね、まあ非常にいい成績、まあずらっと並んでますので、 まあもしかしたらね、今シーズン青スとかに選ばれたりとかするんであれば、ワンチャン金旗とかあるんじゃないかなってぐらいね、結構いい成績してるんですよね。うん。なので、まあそういったところが注目されればさらにね、まあいいカードが出てくるんじゃないかなと思いますので、個人的にはね、ここはさらにね、まあおみ、後半シーズン測れるチャンスはあってもいいんじゃないかなと思いますね。はい。 ということで、今回左右サイドバックね、こちらの二人で組ませていただきたいと思います。まあちょっと苦しいとこあ,るありますけどね。はい。まあここはちょっと目をつぶりましょうということで。はい。サイドバック組ませていただきます。じゃ続きまして、ボランチなんですが、今回ね、一人の選手で選んでますね。はい。ということで、ミッドフィルダー、まずボランチ見ていきましょう。こちらです。はい。ここはサンフレッチ広島の野津田学徒選手の22青図ですね。はい。 さあ、ここ見ていきますと、えー、グレード99テクニックタイプで登場してまして、スキル構成がタクティカルインターセプト、シャープフィード、ハードタックル、チームスキルミッドフィルダー、全パラ強化 A、ボーナスセンスがディフェンス20パアップ、総合値6656でディフェンチが1430というね、数値になってます。はい、ということで、野津田選手のね、こちらの青津のカードですね。まあ22、22シーズンといえば、野津田選手がね、だいぶグレード飛躍した年でもあったんですけど、まあ、青津で99素晴らしいですね。はい。 まあ、スキル的にもね、タクティカルインターハードタックルしっかりね、持ってますし、まあ、ボナー戦もディフェ20%ありますし、まあ、ディフェンスも1430、まあ、これ22シーズンのカードなんでプラスないんですけど、まあ、それなりの数値してるので、まあ、ある程度しっかりね、守備はしてくれるんじゃないかなと思います。 まあ、野津田選手では月間系とかもね、まあ、取ったりとかしてるし、他の限定で金旗級のカードとかも多いんですけど、まあなんだかんだこれがベストかなと。うん。まあ今のチームに合わせるんだったらね。というくらいの、まあこういったディフェよりのカードがね、しっかり出てくれて、まあ個人的にはちょっと今回組むのに助かったかなっていうね <laughs> 感じはしましたね。ここちょっと悩んでたんでね、どうしようかなと思ってね。うん。ということで、まあのつだ選手のね、こちらの22合図。まあ能力値的にもグレード99ありますし、まあ22シーズンの後半出てるカードなんで、まあ現代と比べても別にそんなに 能力値負けしてるとこもないんで、まあある程度通用すると思うんでね。まあここは十分自信持ってね、使っていいんじゃないかなと思います。まあただね、貯金ちょっと移籍したりとかしてるんで、まあ更新の、ね、見み込みがある程度ないので、ここは今後ね、ちょっと広島の課題になっていく可能性は、まああるのかなという感じもしますね。はい。では続きまして、今回ね、珍しく、まあトップ下2名と行くと思いきや、まあ CMF にしたいと思います。はい。ということで CMF2 名。 選んできてますので見ていきましょうこちらですはいここはまず森嶋司選手の23フォーカスですねはいさあこちらのカード振り返っていきますとグレード97スピードタイプで登場してましてスキル構成が長次元集とレールパス音速ドリブルチームスキルスタメンオフェンス強化ボタン戦がオフェンス20プラス EP30 パープラスのダブルセンス総合こちらは1052のオ10フェチが1647というねカードになっています はい。ということで、本来ね、まあ、トップ下とか CF、C、え、シャドウとかでもいいんですけど、まあ、今回ちょっとチーム事情でね、まあ、トップ下に、あ、トップ下じゃない、CMF に、ちょっと下げましたね。はい。まこれがいいか悪いかって言われると、まあ、ほん、まあ、さっき言った通り、本当はまあ、トップ下とかでね、使いたいんだけど、まあ、決して悪くはないのかな、というところで、まあ、レールパスありますし、長次元シュートあるし、まあ、音速ドリブルあるし、まあ、距離にはそんなに困らないんじゃないかな、意外とね、というところで、まあ、使わせていただきたいなと思います。 で、あと、オフェンス20%プラス。で、今回、トップ下がいない方面なので、意外とね、まあ、高い位置取ってくれるんじゃないかなというところも踏まえて、まあ、ちょっと期待込めてね、はい、使いたいと思います。まあ、シューターとしての実力、まあ、パスワーとしての実力、素晴らしいものがありますので、まあ、現在ね、名古屋に移籍してて、まあ、なかなか更新チャンスはないんですけどね。まあ、でも、これぐらいのカードが出てれば、もう先、もう少し先ぐらいは全然安泰かなと思いますので、 まあ今後のね、褒面変更によってはトップ下とかね、まあ、全然任せれると思いますので、まだまだ息が長いカードだと思います。で、次右ですね、ここ河村選手の前半戦シーズンフォーカストプレイヤーをね、選ばせていただいています。さあ、ここなんですよね、河村選手の影響でちょっとトップ下2名というよりは、まあ、ね、今回 CMF 採用になりましたが、さあ、このカード見ていきますと、グレード98スタミナタイプで登場してまして、スキル構成がタクティカルインターセプト、長次減収と、 セレクトスキルでダブルタッチドリブル、オフェンスブレイク、選択ができます。で、チームスキルはスタメンオフェンス強化で、ボナセンがオフェンス20プラス、EP30 プラスのダブルセンス。総合値7496で、オフェチが1493、リフェチが1433という数値になっています。はい、ということで、まあ、河村選手といえば今年フォーカストプレイヤーはね、出てるんで、そことちょっと迷いましたけど、 ま、このスタイルで行くんだったらというか、広島純正で組むんだったら、ちょっと攻撃に振った方が面白いかなと思ったので、こっちを選びましたね。うん。まあ、タクティカルインターありますし、まあ、長次元ありますし、まあ、ダブルタッチドリブル、オフェンスブレイクの選択は、まあ、より攻撃的にするんだったらダブルタッチドリブルでいいと思うし、まあ、オフェンスブレイク選択して面白いんですけど、ちょっとただ、野津田選手にね、比較的ちょっと、負担がかかりすぎるような気もするので、ここはちょっとおとなしくオフェンスブレイクでもいいのかなと思いましたけどね。うん。 っていうのも、まあ、この後前線の選手たちがね、ずらっと出てくるんですけど、結構攻撃力の方が、まあ、強めに見えたんですよね、バランス的にね。なので、まあ、ちょっと攻めていこうかなというところで選びましたけど、ここはま、フォーカストプレイヤー選ぶっていう選択肢も全然、まあ、ありかなとは思いましたね。はい。まあ、ただ、オフェンスブレイクは A か B かの差がどうしても出てくるので、うん、まあ、そこ考えるんだったらね、まあ、どうせならこっちでもいいのかなと。まあ、その攻撃に振るっていうところを意識したらね、という感じがあったので選ばせていただいています。 まあ、十分ね、まあ、この感じの組み方だったらハマる可能性のあるところだと思いますので、まあ、非常にね、興味深い、うん、カードになってるかなと思います。まあ、河村選手もね、ちょっと海外挑戦があるので、まあ、これで一旦出るのは終わりになりますけど、まあ、このカードもね、長らく生き残っていく可能性十分にあると思いますので、まあ、今後の、えー、ベスト11とかにもね、しっかり絡んでくるんじゃないかなと思います。 はい。じゃあ続きまして、ここからフォワードに入っていくわけですが、えー、ここはですね、今回は上は2シャドウ1トップで、はい、いきたいと思います。ということで、シャドウの2人、まずは見ていきましょう。こちらです。はい、ここはマルコス・ジュニオール選手の23年のフォーカスドプレイヤーですね。こちらノミネートとなります。さあ、カード見ていきますと、グレード97スピードタイプで登場してまして、スキル構成がフェノメナルミドル、スペクタクルターン、起点の動き、チームスキルがスタメンオフェンス強化、 オ,ーナーがオフェンス20パプラススピード15パプラスのダブルセンス総合値7112のフェチが1715というねプラス込みの数値になってますはいということでまあこのね移籍直後のねマルコス・ジュニオール選手のカードというのはね非常に勢いがありましたけどまあ月間 M あのベストゴールとどっちか迷ったんですけどねちょっとこっちにした理由としてはその交体役が組めるほどねちょっとまああれではないのでまあ前半から振るって スロットルで行った方が面白いかなと。まあ、ここ月間ベストゴールのね、選択も全然ありだと思いましたね。はい。まあ、ちょっとボナセのオフェプラスとかね、スピード15パプラスというところ、まあ、プラスが使えるというところもちょっと重く見た感じ、まあ、こっちになったというわけですが、まあ、このカードの良さとしては、ま、起点の動きは、ま、封印していいぐらいだと思うんですけど、まあ、スペクタクルターンからミドル打てるんだったら、まあ、結構得点の匂いはするなということで、 で、あと能力値もね、まあ、プラス込みで1700個フェチ超えてますし、まあ、非常にね、そういった意味でもパワフルな、うん、カードになってるので、まあ、ここはね、面白いんじゃないかなと思いましたね、使えるとね。はい、ということで、まあ、素晴らしいね、カードだと思うんで、まあ、ちょっと今年、マルコス・ジュニオ選手あまり元気がない。まあ、怪我してたかなまあ、ちょっと元気がないんですけど、うん。まあ、なかなかこれを超えるカードっていうのはちょっと厳しいかもしれないんでね、ちょっと滞りそうですけど、まあ、でもこれぐらいの質のいいカードが、まあ、昨年のね、終盤に出てるので、 まあ、まだまだね。まあ、全然生き長い活躍はしてくれそうかなという印象です。で、次ですね。もう一人が、ツ田選手の23のフォーカスですね。こちら選ばせていただいてます。まあ、ここもいろんなカードあって迷いましたけど、ちょっとボナセン優,し優先してみてみましたね。はい。ということで、グレード89のスターミナタイプで登場してまして、スキル構成、フェノメナルミドル、テクニカルドリブル、エースストライカー、 チームスキル、フォワードゼンラ協会で、ボナセン戦がオフェンス20パーアップ、EP30 パーアップのダブルセンス。総合値6250のオフェチが1615という数値になっています。はい。ということで、ここはね、くしくもフェノメナルミドルでね、セットなんですけど、まあ、テクニカルはカーブあるんで、まあ、しっかりとね、まあ、そこで相手かわして打ってくれたら、ま、あいいかなっていう感じですね。はい。ただ、なかなか最近ね、ビードリブルがね、ちょっと通用しにくくなってきてるので、あんまりにもここの通りが悪いんだったら、 まあやっぱり95とかのね、ボナセンピ止にはなるけど、まあスナイ、去年のスナイパーだったりとか、今年のプレメだったりとか、まあこういったところを使っていくという選択も、まあしていかないといけないのかなというところで、まあここはもう使用感次第かなと思いますけどね。うん、そんな感じになると思います。ただ、ミスター選手ね、結構黄色限定多いんですよね。だから95とか言ってるんだけど、禁止プ,プラスが多いんで、なかなかちょっとリーグ面で使うってなると候補が絞れないっていうのもあるんですけど、だから今後なんかリーグ用のカードとか出てきたら面白いですけどね。 うん、そしたら、まあ、自信持ってそのカードでダンって押せるようなね、グレードの上がり方してるんで、まあ、今後のカードはそういったところにはまあ注目に、まあ、リーグ面としてはなってくるのかなと思いますね。はい。ということで、この2人をシャドウで組みたいと思います。まあ、メンツ的にはまあ十分豪華かなと思いますので、まあ、十分ね、活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい。ということで、最後になりましたが、CF1 人ね、選手じゃ見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは大橋祐希選手の二4エクスペですね。はい、こちら選びました。さあ、グレード85スピードタイプで登場してまして、スキル構成が超次元シュート超絶ボレー、セレクトスキルで高速ドリブル、ゴールハンター選択できます。で、チームスキルはフォワードゼンプラ協会で、ボナセンが EP50 パープラス、オフェンス15パープラスのダブルセンス、総合値6243のオフェチが1630というカードになってます。 はい、ということで、まあ大橋選手のね、最近出ましたエクスペなんですが、まあ大橋選手もね、ちょっと海外行っちゃったんでね、もう半年ぐらい残ってくれればね、これ以上のカード狙えたんですけどね、おそらくね。はい、ということで、ちょっと惜しいような、<laughs> J グラ的にはちょっと惜しいようなね、感じがしましたけど、まあエクスペでこれぐらいのカード出てくれて、まあとりあえずは一安心と言ったところですかね。うん。 まあ仕上がりも良くてね、超次元ボレーだしね。まあセレクトスキレーで高速ドリブル、ゴールハンター。まあこれどっち選んでもプラスになるんでね。まあただ今回の組み方だったら自力欲しいんで高速ドリブルの方が面白いような気はしますけど、まあでも PK 期間もいないからね、まあゴールハンターでも悪くはないかなと思うんですけど、うん。ちょっとボレーが活かしにくいんでね。まあ縦取り超次元というところをちょっと重く見たいような気がしますけど、はい。というふうな感じで、セレクトもね、まあ選び方は人それぞれあるかなと思いますね。はい。 で、ボーナー戦もね、オフェ15%プラスありますし、まあオフェ1も1630というそれなりの数値あるんでね、まあ決して悪い気はしないかなと思います。はい、ということで、まあ大橋選手にね、しっかりここまかして、まあでも前線は結構ね、まあ広島厚みあるんでね、まあ交代役とかうまく使いながら回していければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、ベスト111名のノミネートは以上となります。 ここからはですね、交代役候補に入ってきそうな選手ね、ピックアップしてますので、えー、そちらの選手たち紹介していきたいと思います。じゃあまず1ページ目見ていきましょう。こちらです。はい、ここはまず加藤睦月選手の XP23V2 ですね、まあ。カード見ていきますと、グレード88スタミナタイプで、スキル構成が北信ザボックスドライブシュートダイレクトボレー。で、チームスキルフォワード全バラ協会で、ボナセンが EP50% プラスと、オフェンス15%プラス。 総合値6214のフェチが1600というカードになっています。はい。ということで、まあやっぱ前線にね、ちょっと厚みを足したいということで、交代枠として、まあシャドウに入れるか CF に入れるかなんですけど、まあ CF に入れたいよね、うん。ちょっとスキル面がね、うん、物足りなさはあるんですけど、まあ仕上がればね、まあ全然可能性はあるのかなというところで一応交代枠候補には持ってきましたね。はい。まあただね、昨年の後半から移籍してきて、まあそこからもね、まずまず成績残して、かつ、 まあ今年もね、出場機会しっかり恵まれて、出場して活躍してるんでね、まあ、今年これ以上のカード出ると思うんで、まあ、今年のちょっとフォーカスがね、まあ、不発みたいな感じでした今後のカードにもね、期待できるんじゃないかなと思います。で、次、えー、ドーグラス・ビエラ選手のね、ここ、ジョーカーですね。はい。ここもちょっと月間 MVP とかと迷いましたけど、ジョーカーの22をね、ちょっと使わせていただこうかなと思います。 えー、グレード92のパワータイプで、スキル構成がストロングショット、無回転シュート、スピードドリブル。で、チームスキルフォワードオフェンス強化 B で、ボーナセーンがオフェンス20パップのプラス。総合値5969で、オフェンチが1 6 0 9というね、カードになっています。ということで、まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、プラスがあるとはいえね、まぁ、あ、オフェンチは十分足りてると思うんですけどね。うん、まあそれで、まぁ、あ、こっち持ってきましたけど、まあ 回 MVP の方がね、ポストなんでね、ポストボレーとかいなかったかな。そう、ポストボレーだけはちょっと使いにくいですよね、この方面だとね。うん。だからちょっとこっちを持ってきたんですけど、まあ今後もしかしたら、その、例えば 4-3-3-B とか組むんだったら、まあ全然 MVP の、まあ可能性もあるかなと、うん、いうところでしたね。ここちょっと難しかったです。あと一枠。えー、ナッシン・ベン・カリファー選手の、えー、22フォーカストプレイヤーですね。 はい。グレード88スピードタイプで、スキル構成が異次元集と豪快ボレー。で、チームスキルフォワード全般協会で、ボナセンがオフェンス20パアップ。総合値が5567のオフェチが1461というカードになっています。はい。ということで、ちょっと古いし、まあ、グレードも高くないので、ちょっと苦しいですけど、<laughs> まあ、異次元集と持ってるんでね、まあ、これで一応持ってはきましたね。うん。 まあ、交代役の厚みというのは、まあ、今年で言うとね、まあ、新外国籍の選手とかも入ってきてるんで、まあ、今後はどうにかなりそうかなと思うんですけど、現状ちょっとね、ここは、まあ、めちゃくちゃベストな選手がいるかと言われるとね、そうでもないんですけど、まあ、前線にそもそもスタメンで3人ね、使ってるんでね、シューターね。まあ、ここの厚みを出すというのはなかなかちょっと難しいんですけど、まあ、でもそれなりの選手は揃ってるんじゃないかなという感じはしましたね、全体的にね。はい。 ということで、こちらの3選手を加えまして、最終的なベスト11がどうなったのか見ていきましょう。こちらです。はい。ということで、ベスト11結果は以上となりまして、今回の褒めはね、4、3、3、C ですね。初めて組んだかな、今回のベスト11企画でね。はい。で、評価はですね、まあ5分の4ぐらいかな。うん。で、これに関しては、まあ、冒頭でも言いましたけど、TSS がいないですよね。 tss なしで、まあ、このレベルはもう上出来かなと、個人的には思いました。まあ、一応、後退役候補で、ま、佐藤久人選手も入れていいのかなと思ったんですけど、ボナ戦がね、意外とオフェーじゃなかったんですよね。うん。まあ、これ当時のやっぱ ts <laughs> の、まあ、今だとあんま考えられないですけどね。当時 ts、まあ、スタミナだったということでね。うん。まあ、ここがちょっとあって入れにくかったんですけど、まあ、でも、本当に佐藤久人選手以来出てないんでね。まあ、今年誰か出そうですけどね。まあ、こういったところがま、しっかりどこに絡んでくるかっていうのも大事だと思うんですけど、 まあ、絡み方次第だね、まあ、本当に底上げになる可能性が十分にまあ秘めてますし、まあ、なんならね、まだ今シーズンに関しても、やっぱ調子いいっていうのもあるし、まあ、まだまだね、伸びしろある選手も広島多いんでね、若手の有望株の選手とかね、まあ、やっぱり筆頭になってくるのは、も中野修斗選手とかね、うん、中野選手がどう絡んでくるか、この褒めにっていうのも、すごく大きなところだと思うし、なんなら、まあ、アオスとかもね、 まあ見えてると思うんでね、彼もね。うん。と考えると、まあ今年中にグレード90代とか、もう全然まあ見えてる選手だと思いますので、そうなった時のカードがまたね、うん、まあ今年で言ったらね、センターバックとかも経験してるんで、リフェッチが高くなってるからね。まあそういったところの、まあ、メリット点とかも出てくる可能性十分にあるし、となると、まあやっぱここが楽しみな筆頭になってくるのかなと。だからまあこういったところが絡んできた時に、まあどうなっていくのかなっていう。 うん、どう動いていくのかなっていうのがすごく興味深いチームでもあるし、まあそういった意味で本当に伸びしろっていうのは、これからすごくあるんじゃないかなと。で、やっぱりね、まあ神戸の時も言いましたけど、青ズのカードってなかなか当たらないけど、まあこういう無条件でベストエリールを組むような企画だったらやっぱ強いんでね。うん。で、まあそういった意味での底上げとかも、まあおそらくあるんじゃないかなと、今年このままいけばね。はい。というところも考えると非常にね、楽しみなね、後半シーズンになってるんじゃないかなということで。またね、なんか、 後半シーズンとかでね、まあ、締め切ってまたやってみたいけどね、広島に関してはね、まあ、それぐらい、ちょっと伸びしろあると思うんで、はい、今後注目だと思います。ということで、まあ、TSS 枠とかね、まあ、若手人中の選手あたりとかね、しっかり伸びてきた選手が絡んできて、さらにね、いいクラブになることを期待したいなと思います。はい、ということで、一応ね、おさらいとして、ちょっと読み上げていきますけど、えー、ゴールキーパー大迫啓介選手の23フォーカス。 でセンターバック、佐々木翔選手23フォーカス。荒木選手23ガーディアン。左サイ,ドハーフあサイドバックが、えー、七選手の23ニューウェーブ。右が塩谷選手の24フォーカス。でボランチが、えー、野津田選手の22アオーズ。CMF が左が森島選手23フォーカス。右が河村選手の24前半シーズンフォーカス。でシャドウが左がマルコス・ジュニオール選手の23フォーカス。で右が満田選手の23フォーカス。 CF が大橋選手の2 4 x ペとなってます。で、交代役は今回3名名指し,しましたけど、ここもね、結構今後ね、厚み出てくると思うんでね、まあ、楽しみなところだと思います。ということで、今回はですね、えー、24年の9月23日時点で組んだ、えー、歴代のベストイレブンということで、えー、広島編やっていきました。まあ、今後ね、まあ、後半シーズンどれくらい上積みできるか、まあ、一番可能性が秘めてるんじゃないかなと思っても、いいグラブだと思いますのでね。 まあぜひ今後、広島の選手のカードに注目してみてください。まだ出てない主力選手も多いですからね、そういった意味でも注目だと思います。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今日も失礼します。バイバイ。